X-3 飛行中の X-3X-3 はアメリカ合衆国で開発された超音速実験機。相性はスティレット。ダグラス社が開発し、1機が製造された。第二次世界大戦中にダグラス社も超音速機の開発検討を行っていた。1945年6月20日に将来の Z 戦闘機開発のため、 超音速飛行の試験機 XS-3 として開発が承認され、1949年6月30日にアメリカ陸軍航空軍が開発を発注した。当初要求された性能は最高速度マッハに、航続時間30分というものだった。1951年に1号機が完成し、1952年9月20日に、エドワーズ空軍基地でダグラス社のパイロット、 ウィリアム B ブリッジマンの手で初飛行を行った。しかしながら開発されたジェットエンジンが当時の技術水準のため非力で当初の目標である水平マッハに飛行は達成できなかった。最大水平飛行速度はマッハ0.987で1953年7月18日にダイブでマッハ1.25を記録したのみであった。 これを受けて空軍は X-3 計画を中止し、発注されていた2号機の製作もキャンセルされた。X-3 は1953年8月に空軍からアメリカ国家航空諮問委員会に移管された。1956年5月23日までテストが行われ、ロールカップリング現象の解明などに使われている。通算飛行回数は54回。 その後は国立アメリカ空軍博物館に移管された。相性の通りの細長い機体に極めて薄い小さな主翼を持つ。同様の目的で開発された X-1 や X-2 とは異なり滑走路からの離着陸を行う。エンジンはウェスティングハウス製の XJ34B-17 ターボジェットエンジンを胴体内に2機搭載。 あとの回マイナス4と同様に、エンジン排気口より、後方に垂直尾翼と水平尾翼を持つ。水平尾翼は、現在の戦闘機にも通ずる全誘導尾翼である。操縦席には、下放射出座席を備えており、パイロットは、機体下部からエレベーターで登場する。なお、エンジンは、当初、水力 2722kg の XJ46 ターボジェットエンジンを搭載し、 マッハ2を狙っていたが、XJ46 エンジンの直径が大きくなってしまったため細身の X-3 の胴体に2機並べるのは不可能と判断され、XJ34 の総発となった。これにより計画より2割近い出力源となった。さらに、機体の多くの部分の材質を、チタニウムからステンレススチールに変えた結果、重量は 200kg 近く増加した。 中の協力もあり、XJ34 に水噴射やアンモニア噴射を加えて水力の増強を図ろうとするも失敗に終わった。X-3 当初の目標である水平飛行によるマッハ2の飛行は達成されなかったが、そのデータは後の回 -104 スターファイターの設計に多大な影響を与えたとされる。なお、世界の脱作機に収録されている。 ありがとうございます。